んーえ仮面ライダーの歌おかえり仮面ライダーダブルだー天下無双んおかえり知ってるーいやおいたん違うんですよ一番好きな仮面ライダーは仮面ライダー龍樹なんでさあいた仮面ライダー龍樹ってあのー、何仮面ライダー史上初の 女性の仮面ライダーも出たシリーズなんですけど仮面ライダー竜騎が一番好きなんですであの次に好きなのが仮面ライダーダブルなんですこれはあれですあの菅、ー、田将暉さ,さんとかが出てるやつえー、っと「いやさとぽんおかえりーこんばんはダブル知ってるーそうダブルダブルとまあ何あと何が有名だあなんかいっぱいあるんですようちにうちで えーとこんばんは天下無双さんこんばんはーありがとう、えー、結局イケメンかよって菅田将暉さんと桐山麗が <laughs> 確かに何かその頃は菅田将暉さ,さんとかねあんなあれになると思わながどちらかというとね何かあれは桐山麗さんがメインだったよねメインつうかまあか仮面ライダーダブルは2人で1つ の仮面ライダーなんですよ。二人で一つ、が二人で一人みたいな。そんなあれです。えーどちら、こんばんは、いたん、こんばんは、いらたまおかえり。えー、ねー、今日も可愛いの。なんか最近毎日わこが褒めてくれるんだけど、あおいちん可愛くなるわ。やいばじゃないはも可愛い。ありがとう。こんばんは、ごうさん。あいにゃん、昆虫好きなの <laughs> 好きじゃないよ。まあ、どういうこと、どういうこと。昆虫は好きではない。やっぱり須田まさきくんですよね。<laughs> <laughs> あ別に正直菅田将暉き,きゅんとかはどうでもよくていやどうでもいいとか言ったらしてるんだけど、あのー、な基本的に葵ちゃんが好きな仮面ライダーを選ぶ基準は見た目と変身方法なんで,す、ね、であのー、まあ、あのー、あと曲。 仮面ライダーのその時のオープニング曲とか <laughs> なんかいろんなものがあってであのー、仮面ライダー龍騎はあのー、カードを使ってこう技を出したりするんですよ変身とか技を出したりするんですでゲームとかいっぱいうちにあったんですよそうえっ、ー、と「電王が好きですあ電王はな いやだ結構さほんと仮面ライダー出身の俳優さんとかさいっぱいいるけど、まあ、電王とか有名ですよねえー、っとこんばんはお客様こんばんはーおかえりーア,ーマーアマゾンアマゾン 仮面ライダーあと,うございますあともうおはよう、白様。ネムネムダブルかなえ、ダブル好きな人多いと思うんだよね。卵かけご飯、ありがとう、おりてかさん、こんばんはって言って、だからね、これ飲もうと思って。これなんかいっぱいあるよ。あと、あとファイズと、なんだっけ、うちにあったの。ファイズと、電王もあった気がする。あとなんだっけなんかあった。 えーどうぞどうぞどうぞ竜気かーえそう竜気ですそうえ映画だけやん竜気あそう映画やったっけいやま、あのー、もうさだいぶ話は忘れちゃったけど竜気が一番ですえっ、ー、と15分開始と漢字が「ああ!」10分なりその女性ライダーも今や3時の母ですよあなんかさ先日子供産んだみたいななんか出てなかったっけ 仮面ライダー鬼滅終了違います <laughs> 違います <laughs> ちょっとあのなんか仮面ライダーが50周年50周年なのかうん50周年らしくてそれであのまあ葵ちゃんもそうだけどニーアンとかも戦隊ものが好きなんでそれでですたんおかえりたくまさんこんばんは仮面ライダーな V3 しかえっ <laughs> V3? なんかねー前ねー、なんか神奈川テレビかなんかで再放送してるの見たよ、V3。僕はいつよりやっていですかいつだろう。テントウムシもいた、ストロンガーの時かな。え、テントウムシテントウムシ今夜も綺麗や、おすっきゃで。ありがとうもうこのあと、たくまさんはいないな。えー、かわいい、かわいい、かわいくて震えてる。ふるふる。はい、じゃあみんな、今日も一日お疲れ様。乾杯。カチン ミックスオーレ <laughs> ミックスオーレってかなんかでも何の味なんかバナナの味がしますすごくいちごとバナナがメインそうえーっと新生姜の候補はいちゃんこんばんはありがとうくるちゃんこんばんは候補できてるかなちゃんと好きなのは仮面ライダースーパーワンスーパーワンって何 こんばんはお弁当さんこんばんはーおかえりーそうそうそう5が3つでファイズそうどんなんか忘れちゃったけど、うん、えー、こんばんはブルーライトさんこんばんはーおかえりー仮面ライダーああーアギトとかクーガとか懐かしいなうん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 と卵かけご飯ありがとうあけちゃんこんばんはえあおいたんが話してる仮面ライダーが誰一人としわかね 仮面ライダーあとうーんまあ結構もう昔の話は仮面ライダーとそのなんかほら特撮戦隊ものマジレンジャーとかハリケンジャーとかそこら辺が好きでしたえっ、ー、とでんでんでで1号2号の仮面ライダーえわかんないけど仮面ライダーって何から始まったの何ねえ <laughs> もうびっくりした今俺商品名 正義のフルーツミックスオレらしいよ正義のだって正義のフルーツミックスオレみんなこれで仮面ライダーだ V3 とかが時代かなあそうなんだ全然わかんないえー、卵かけがご飯ありがとう勇気が一番好きだけど変身できるならディケードがいいですええー、ディケードどんなんだっけディケイドねなんか、ね、ちょいちょいしか見てないんだよねなんかえー さあお前の罪を数えるいいねいいねあ美たゃんもちょっと一回仮面ライダーになるわもうえっ、ー、とハードボイルドだね <laughs> 仮面ライダー仮面ライダーうんーダブルだからえっ、ー、と中身はお酒か <laughs> お酒じゃないわ息子だか娘に「ママは仮面ライダーだったんだよ」と自慢げに話したのにスルーされた話おもろい え息子だか娘に「ママは仮面ライダーだったんだよ」と自慢気に話したのにするってっ、ね、て「<laughs> やだかわいそうかわいそう仮面ライダーでもさなんかでもできるよねそう仮面ライダーとかに出た人はさとかウルトラマンもそうじゃんだってささ「パパは昔」とかさ「あのウルトラマンだったんだよ」って言ってさちょっとさ嬉しいよね。 子供だだったらねでもまスルーするんだろうなーありがとう。1号は最初。1号は最初いや、かそのなんか、最初、なんで仮面ライダーになったかが分かんない、えー。タイムレンジャーが好きでした。タイムレンジャーって聞いたことはあるぞ。ググってきた。テントウムシは電波人間タックルだった。 現場人間タックルってねなんかさバッタみたいになるやつないっけなんか変身なんかわかんないなんか間違ってバッタが移植されてバッタに変身しちゃうみたいな話なかったっけなんかね「<laughs> <laughs> えー、仮面ライダー」は本郷たける変身する仮面ライダーから始まったんだよえあの眉毛が濃い人誰え悪党には重い味っすなあっ <laughs> 結構結構甘いよ結構甘い。<laughs> うん,うんじゃあできるのはバーコードですねああバーコードかいやさよく考えるよねなんか電車とかさいろいろあるじゃんなんかもうそろそろネタ尽きるよね戦隊も。<laughs> 仮面ライダーオーディション受けてよいやねやりたいですねコマおいたこんコマのうちおかえり うんだファイザー普通の人も変身できるけど変身解けるとさらさらファイザーファイザー見てたねジュムさんそもそもバッタだよあれ仮面ライダーがバッタえー、藤岡弘史あだあの濃い人だ藤岡弘史だよ誰かな <laughs> 何芦田愛菜だよってことねあ <laughs> あねんかなんかなんか,なんかねなんか昔やってた神奈川テレビでなんかあのー なんか仮面ライダーの再放送みたいなのがえっとデカレンジャーはデカレンジャーそんな見てないかなショッカーが改造人間を作って世界主に日本を征服しようとしてバッタ改造人間が逃げ出して敵になったうんーえってことはショッカーが正義ってことえ怪人を作ってたら脱走したのが仮面ライダーえダメじゃんえそうなのダメじゃんえ 何が正義だよダメじゃんダメ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 。えあそうなんだ。全然正義に。